絶好調にね、この時間になると笑いヨガとかなんかいろいろ投稿すると俺働きすぎだから勘弁してって携帯がね、もう本体が熱いので、カメラが機能できないかもしれませんっていう表示がまた出ましたね。そんなの見たことないっつって今日ね誰かに言ったり言われましたけどね。いや本当ね、めっちゃよく働いてくれてますよ本当にね。あなたは本当にお利口さん、もうちょっと頑張ってくださいね。じゃあ今日は朝の鴨明さんのお題は次にしたい仕事やったかな、次にしたい仕事は何ですかみたいな。でまあいろいろねみんなの見たら、ああそうなんや、みんないろいろあるんやなって、本当はねいつも言ってるけど僕は別にやりたいことはないんですね今までも目の前にやってきたことをやってきただけなので、いやトレーニングコーチでねいろいろねチャンピオンになってくれたり、その日本一になってくれたり、いろんな成績が出たし、ね、一番最初に作った NBC アスリートクラブっていうのを作ったんですよ。 N は中津豊前築城下の頭文字を取って NBC アスリートクラブで、ね、ここからオリンピック選手とか日本を代表するような選手をいっぱい出そうっつって最初作ったのは僕よりも先にやってた人たちがね作ったんです。でそれに俺は乗っかっただけ。そこに行ったら1週間後、最初にやりよった人はもう辞めるって。で半年後ぐらいにそこの出資者やった人は、警察に捕まって本当とんでもねえかったな。あでも本当に一人で、何もわからない状態でね、やり続けたという。でもそれもねもう目の前に来たからこれやるね、これやれっていうことなんですねって神様にやりますよっつってやっただけなので、そうもうとにかくずっとね、目の前にやってきたことをやってた。やってたら昨日も言ったけどね、ちゃんと3つのね目標がちゃんとできたので、これをやっていくだけですね。あ違うで鴨明さんのはそうやって次にやりたい仕事って出たので、まあでも今言ったようなことを書きましたね。今まで目の前のことをずっとやってきたので、これからもね目の前にやってきたことをやってきた仕事をね、仕事は呼ばれるってね、これは斉藤ひとりさんが仕事は呼ばれる。確かに俺は本当にいつも呼ばれたなと、呼ばれてるなって今も、呼ばれたことをやりますよやっていくんやなって、ね、ひとりさんとこの青汁も、ね、サプリももうやってきたことなんでね、奇跡のようなね展開でやってきましたけどね。もう商品は届いて、ね、すぐ取り行きたいんやけど、まあ、土曜日まで、ね、平日はやっぱどうしても仕事がね、忙しいので、こんなの土曜日に取り行こうかなと。で日曜日はねビーチサッカーがやっぱシーズンが始まったんでね、試合帯同してくださいって要請が来たので、まあ、ありがたいですね。そうやって要請が来れば行きますよちょっとね試合帯同のお金も値上げしてくれたので本当ありがたいですな。そんな感じで今日はあと何かあったかな。まあ今日はちゅうかやっぱねいろいろその先週はひとりさんとこのね代理店の話やらいろいろなんかもうこう進展があったんでね、ちょっと今週は行けるとこまで、まあ平日なんでね普通に仕事が合ってるんで、ちょっと心の何超回復もうね本当にもうしょっちゅうねすごいことが起きるんでね、ところどころで心の超回復をね入れないとね。で今日ひとりさんの何やったかな、あ今生成発展塾とかいう YouTube をね
見てるんです。ひとりさんがいろんな人の質問を聞いてそれに答えるっていうのをね、なんか本当にちょっと原点にね、昔は本当にひとりさん の, あの100回聞きとか、YouTube のね100回聞きとかいうのを100回ね、超倍速して聞いてたんですよ。でここに来てやっぱ代理店になろうと思ったら、やっぱひとりさんを大好きな人が来て、やっぱりこうなんかそういうね悩み事言われたりしても、やっぱひとりさんならどういうやろうと思ってやっぱ接しないと、そこはね、ひとりさんのグループ中か、サプリのサプリをの代理店なので、そう思って今ひとりさんのその質問を受けた時の答えを言ってる YouTube を、まあ、めっちゃもう 2.5 倍ぐらいでいいんですよ、本当倍速で聞くとね、もうめっちゃ頭に入ってくるんでね、うん、聞き取ろうと思って真剣に聞くんでね、すごいで、すごいそのスピードで脳に入ってくるんで、それを見てます、うん、でやっぱさすがやなと思いますね、もう根幹というかね、基本中の基本的なひとりさんのいつも言ってるのは変わらんのやけど、その人その人でやっぱ質問してくる内容にその人の心が楽になるようなことをやっぱ言いますね、それはすごいなと思う、ね、スパッと言うときは言うし、ね、でもやっぱりああそういう言い方したら相手は楽よねみたいな、言葉がけをしてますね。それは勉強になるので、そうだからいろんな人の YouTube を見たけど、やっぱここに来てやっぱまたね、基本に帰る、ね、原点に立ち返ってやっぱりひとりさんの YouTube を今見てますね。面白いですねこれね、やっぱ新しいこと始めるとき、やっぱ自分の一番基本にあったところにやっぱ戻るっていうのは、あやっぱもうこれが原理原則なんやなと思って、7分終わろうそんな感じでした今日はね、今日はちょっと、心の超回復に努めました。いい感じです、でこの超回復をや心の超回復をやってる時にワクワクしてくるんですよね。ああこれまたメンタルがね、超回復でこうね、筋トレやった後の超回復と一緒ですよ。筋腹がね、筋肉が大きくなって強くなっていくのと一緒で、ああ心もこれでまた強くなってまたいいもの引き寄せるんやなってね、また目の前に来たものをいいものに変換していく能力が高くなってるんやなって思うんですね。よし、はい、ういうまくいってる人の真似をしてごらん。それだけで人生うまくいくから。人生って意外と簡単。うまくいっている人の真似をする、それだけでうまくいくから不思議だよ。人の真似をしちゃいけないっていうのは絶対嘘だって。いいことは真似した方がいいし、でも悪いことは真似しない方がいいよ。周りを見てごらんよ、自分の今悩んでいることをスイスイと片付けている人がいるから、そういう人に話を聞いてごらん。一生懸命教えてくれるよ。人は得意なことを話したくてし、これなんかデジャブやな、俺昨日読んでないよなこれ得意なことを話したくて仕方がないからね。それだけで人生うまくいくから不思議だね。なんか最近これ読んだような気がする。まあ読んだような気が、もう何十回何百回も見てるんでねこれねよし、そうです。うまくいってる人のね、真似をするね。周りを見てごらんよ。自分の今悩んでいることをスイスイ片付けている人がいるってね。そう、スイスイ片付けている人がいる。スイスイ片付ける片付け方はもうヘラヘラしとく大丈夫大丈夫って、もうこれ、ね、ヘラヘラしながら大丈夫大丈夫って言ってる、このパワーは何なんやろうって思うぐらい物事が勝手に片付いていってますね。ねですな、思わぬ方法で片付いていくのでね、もうほんとヘラヘラの成功法則かなんか本書こうかヘラヘラ笑顔の成功法則みたいなねちゃんと言え、ヘラヘラ笑顔の成功法ちゃんと言えねもういい、もう終わろう。よし、今日は帰って何やったかな、なんか
そう、つるちゃんネギの、つるちゃんネギの残りを昨日もつるちゃんネギので、あのラーメン、糸こんにゃくラーメン、だいたい週末糸こんにゃくでラーメン作るんですよ。それにつるちゃんネギを入れてね、美味しかったね今日もそのもうちょっと残ってるんで、それをスープに入れて食べようかな、ね。何言ったらいいの、あ、今日か、今日はだから、今日は超回復、心の超回復に努めたので、また心がめっちゃ太くなってますよ、ね。明日もいい日だと思います。めっちゃ心が太くなってよかったね、はい、ほっほっはっはっほっほっはっはっ、イエーイ、いいだ、いいだ、イエーイ、よしよ、これしとかんとね、なんか忘れて帰るような気がして、もう最近本当そう思いついたらすぐ行動もう絶対ね、もう何でもこう家車から、あ、これ下ろし、なんか車からバンって降りて、あ、あれ下ろしとかんといけん、まあいっか明日の朝でとか言ったら絶対もう会社まで持って行ってるんですよ。もう本当にね、思いついた時に動くっていう癖をやっぱつけない、つけてますね。だけど今プッてペンダントが目に入ったけど、後でつければいいかと思ったりしたらもう忘れて帰ろうと思ったんでね、もうすぐつける。何、大丈夫でしょうかよ、大丈夫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 、なんとかなるでしょうかよ、なんとかなる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 、ついてるでしょうかよ、ついてる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 、オッケー、チャンネル登録高評価ボタン、体にいい話、メンタルにいい話、栄養にいい話、笑う話、小説の第1話見てください。よっしゃ、終わろうね、いいやね、なんじゃないね、なんか忘れたことはないね、よし、じゃあついてる笑顔でにゃね、よもったな、うんね、これが出るとプチって途中で止まったりするのに、お、今日はじゃあありがとうのサンキューで終わろう、あっちプチ。